当にしばらくぶりで那須野ヶ原公園の展望塔にやってきました。ずいぶんしばらくの間来なかったけどね。平成2年の11月に日本の国会は衆議院でも参議院でも国会を東京から他に移そうという決議が採択をされた。それから栃木県はもちろんだけど、日本中が国会移転競争曲を奏でることになり、自分の土地に国会をとか、あそこに国会をとか、まさに大騒ぎの時代がありました。中でも栃木県は那須野ヶ原公園に 33.3 メートルの展望塔を作った。そして県内のいろんな団体を集めて国会移転促進の会議をやっていた。 33.3 メートルっていうのは東京タワーの10分の1、その高さの展望塔を作って那須野ヶ原全体が見渡せるように作ったわけね。平成7年には阪神淡路大震災が起きて、近代的な建物や道路の脆さがはっきりとしてきた。ますます東京一極集中はダメだという考え方は広まったと思います。平成10年の頃には日本の中で北東地域、東海地域、そして三重、紀尾地域の3つが国会移転先の候補地としてクローズアップされてきて、最終的に専門家たちが栃木県、そして福島県、那須と阿武隈が最適ではないかなどということが発言されてきて、ますますその競争局は激しくなった。私も国土庁主催の講演会には随分出かけ、また県主催の国会移転の説明会には随分出かけました。そして福島県や関西のいろいろなところから那須を見に来る人たちがいたので、ずいぶんこの展望塔に案内をしました。それから黒羽のお城跡の展望塔にも案内したこともあります。そしてこの競争曲は長く続いていましたけど、やがて静かに
なっていきました。それに加えて平成11年には政府主導で市町村の大合併というものが提案をされ、平成22年の3月末、合併特例新法が期限切れになるまで全国で大きな新しい町づくり、市町村合併の嵐が吹きました。それでも2011年3月11日の東日本大震災で福島の原子力発電所が壊れた。その後は全く違った形で原子力発電所、それと大震災の後どうするかというふうに議論の流れが変わっていきました。協奏曲の演奏は中身が変わりました。何か大きなことがあると人の心はそちらに誘導され、その大きな流れに同調することが最も暮らしやすい、生きやすいという人間の持ってる本質の通りになったのかもしれません。今は新型コロナウイルスで世界中が苦しみ、新しい生活の様式を作らなければならない、今までと違った生き方をしなきゃならない、でも多くの人は前のような暮らしが戻ってくることを望んでいるという場面もあるのではないかと思います。あれもダメ、これもダメ、自粛だ自粛だというその声に同調をする人の気持ちや声は大きいと思います。しかしいつまでもそれを続けることはストレスがたまりすぎてたまらない。だから時々あちこちでたまったストレスが爆発するかのようにクラスターも発生している。人は耐えるだけでは生きられない。新しい人生の楽しみ方を探さなければならない。中
忘れないで、ストレスをためないで、マスクをつけたままでもいいから笑いましょう。笑うことが明日に向かっていく元気の源になります。笑いこそが明日への活力です。上手に笑って暮らせる方法をみんなで探していきましょう。はい、来月の歌唱会は10月の14日、14日ね、水曜日で、10時から12時頃までかな、那須野ヶ原ハーモニーホール、交流ホールです。10時からスタートしますけども、集合が9時で1時間かけてじっくり準備をしてやりたいと思いますので、関係者の皆様はご集合ください。10月の14日水曜日10時から那須野ヶ原ハーモニーホール交流ホールです。では関係者の皆さん来てね。マスクをつけたままやるからね。はーい、よろしく。待ってるよ。